ほんでボードゲームカフェっていうのが出てくるわけです。ボードゲームバンバン。これ2000年代に一度流行。ところが2005年衰退、早いの。ものすごくサイクルが早い。あっつう間に衰退してる。ですけれども近年復興しつつあるっていう話になります。ちょうど交流期に行ったから、すごかったよ。あの結構いっぱいあって、これもね日本になんかこうそういう伝え聞くところではみたいな感じでなんか噂は聞きましたよね。日本で伝え聞かれたところはねもうつまりほぼポシャってたわけですよ。そうね、日本でボードゲームカフェって言われた人は10年代初頭くらいでしょ、うん、ジェリーカフェとかのあれ。そうか、うん、確かにね。で、で韓国のボードゲーム産業の市場規模は1500億円、まあ150億円、どうなんですか日本と比べて。日本が、まあ、その例によってこのボードゲーム産業に来た時に何をこう、ボードゲーム産業に入れますかっていう問題非常に大きいわけですよ。伊藤さん的には雀荘ってボードゲームカフェなんですか。いや全然違うでしょ、雀荘は雀荘ですよ。だってだから俺だから普通に考えたら柏木ですらボードゲームカフェじゃないでしょ。どうなんですか。いや私はあんまり、でもジンジャーエール50円で売ってます100円だけ100円か、ね、でもよく見れば TRPU カフェって2000年代半ばぐらいからあったので神田のあれですか。そうデイドリームとか、あーデイドリームカフェはまあまあそうですね、うん、でもあれぐらいしかなかった TRPG カフェ、まあまあでも、うん、そうですね、やっぱりマニアのたまり方はちょっと違うと思うね。ちょっと違いますよね、うん、この一般層が仕事帰りででも寄れるようなところなわけで、うん、まあでも来てる人はマニアです、うん、まあそうなんですよ。まあデイドリームはそうなの、この文脈って産業の文脈だから、その、うん、デイドリームとか柏木をカウントなんかしてもしょうがないわけですよ。例外的なものですよ。そうですね、白歴だから、ね、だから雀荘の話を聞いた。雀荘は雀荘として関するよ、雀荘組合もあるし。そうか、雀荘組合があるから、うん、こういったその囲碁将棋を入れるかっていうような、まあそういうことでしょ、2回では入れていいのかどうかですよ。ないでしょ。いやまあダメですよ、変わっちゃうね、うん、いやというその範疇の問題がそのアナログゲーム産業といった時はどうしても付きまとうわけです、ね、うん、いろいろ あらゆる面で、うん、だからまああんまりそのこそんでは定義の内訳を聞かないと比べてもしょうがないというなるほど。ここは草場さんが温度を取ってやっぱりね政治的に変えとくべきだったかもしれない、ね、何をかどうかのシリアス的に、でここで、まあ、政府も目をつけるわけですね。ほんで教育特化のボードゲームの需要が増大していくってことになります。でデジタルシリアスゲームでは今まで見てきたように成功事例が少なかったです。でこれに対してアナログでは学習論文のみではなく雑誌報道のさまざまなメディアで成功事例が報告されている、まあ、どの程度のものかは分かりませんが、とにかく流行ったことは間違いない。学習論文って本当にいいんですか。うん、多分だからあのこれによってなんか対象実験とかしてこっちの方が記憶力が良かったとか、はい、そういうのはたくさんあるんだと思いますよ。なんかコホート研究で 何十人に対してここまでは無理でしょうね。うん、事例がそこまでないと思うんだよね、うんうん。で教育機関でここで偉いのは、ね、教育機関で積極的にアナログゲーム活用したんですね。でこれ偉いのはね、現場の教師たちが自分たちでやったんですよ。うん、これはねあの政府の決まりじゃなくて政府が来るのはその後なんですよね。だから最初はすごい抵抗あったらしい、うん、これ偉いなと思います。それは非ゲーマーの教師たちがってことでしょう。多分で教科学習、シリアスゲームジャムとかそういったものをやったりもしたと。でここでデジタルゲームとボードゲームというのはイメージがものすごく開くことであります、うん、教育目的でなんかいいものとはなんかもう不良のたまり場で悪いものという二極化が進むと。ところで素人質問で申し訳ないんですが急に流行り言葉を使うイタレさんに聞きたいんですけど、ゲームジャムっていうのは何の効果があるんですか。あれは何の効果があるんですかね。楽しいじゃん、3日とかでゲーム作って何の意味があるのかって。いや私に言われてもな。ゲームジャムって何。ゲームジャムっていうのがあってアナログゲームでもありますよ、はい、逆に考えてくださいよ。1ヶ月もあんなもので拘束されたらしんどくてたまらないでしょ。3日ぐらいがせいぜいですよ。いやそれを3日ぐらいかけてゲーム作るんですよ。もう、うん、あのほらそれこそ渡辺さんとかがやってるやつですよ。あれだって1日だよ。1日です。ハッカソン、渡辺さんたちはハッカソンでしたっけ。ハッカソン。だからそれが一つのいわばジャンルというのか文化になっていて、それまたすごい、ね、例えばこの前フォーゲーマーに記事が出たやつ、知り合いが書いたやつでと、うん、奥多摩に集まって、はいはいはい、ゲームジャムをすると笠井さんが書いたやつですよね。そう
奥多摩だから別に奥多摩でやることに差しないそう奥多摩じゃないそこじゃないそこじゃないあ意味あるだって英語圏では極限状況でちょっと極限状況じゃないんだけど、巻き割りとかやってるわけですよ。まあまあ、いやあのちょっとキャンプ的なニュアンスのあるっていうことですよ。別に浅間山に行っているわけではないし、浅間山でもないし、八甲田山でもないし。いやいや、だから、要するにゲームジャムでプレイをされているってことよりは、作る、集まって作って競技を、なんかそれを、こう遊んでもらうっていう、うん、いわばなんだろう、コミュニケーションの、そうですね、あ、そういうイベントですよね、だからなんかあの人脈作りとかにもなるだろうし、うんうん、そういうのもでかいんじゃないですか、あ、行ってわっと作って楽しいねっていう、そういう、まあ、だからゲームを作ることが主目的ではないのね、作るところは主目的です、作るのは主目的です、ただそのゲームを遊んでもらうゲームを作ることではない、まあそうです、とりあえず完成品化されます、だからそれがゲームを作ること自体がゲームになってるから、それが何の意味があるのかと思うわ、楽しいじゃないですか、あ、だからプレイしないわけでしょ一般の人は、別に一般の人がプレイしないゲームなんかいくらでもあるじゃないですか、ゲームマーケットで売られてるゲームだからだからそういうことになるので、それはだからゲームジャムでプレイされるゲームというジャンルを作ってるって話、まあね、そういうところでできたわけです、そこまで思ってないなくて、同人だってあのゲーム作りたいと思う、同人ゲームでさえ作りたいと思ってるワナビーでとどまってる人っていっぱいいるんですよ、ゲームカフェとか行く、うん、ボードゲーマーとか行くといて、そういう人たちがちょっと行ってなんか作ったっていう体験を得て満足するっていう点ではいいんじゃないですか、うんうん、例えば現代史の世界とかで詩集とか雑誌に書かないけど、イベントでポエトリーのイベントだけ出てやる人がいるとかいるわけですよ、専門の朗読師っていう、似てるなと思うわけです、うん、なるほどね、うん、そこまでではないけど、ね、あ、でもそれで、ね、一つの録画、ね、動画とかで、はい、とか音源出してる人とかもいるわけだから、高円寺は多分日本で一番そういう人が多いと思うそうそうそう多分あそこが特殊な場所だ、特殊な地盤、ね、だから演劇とかでもいいですよ、あの大規模なやつでもいれば、うん、まあいわゆるこうアングラでもないけど、うん、必然的にアングラになって、アングラ思考じゃなくてアングラになってしまうっていうことが、うん、はまた別のものあるわけですね、まあ、新宿から沖久保ぐらいまではずっとアングラだから、ね、そうですね、あの辺りそうですね、そうなんだ、そうですね、そうかないや、あの辺というか、三鷹の橋の大学で過ごし4年間過ごした身としてはもうよくわかります、あそこの大学ね、そう、まあ、こっち側とはさ、はい、確かにね違いますけどね、空気はね、そういうジャムみたいなところに作ったゲームが商品化されるとこいうことあるの、だからその話がありますよ、デジタルゲームだと、うん、デジタルゲームはある、でアナログゲームはあって事例数が少ないでしょ、そもそも多分、うん、言っても、うん、でもこの前のやつは八王じゃなくて奥多摩のではアナログゲームファンもいたと、あれアナログゲームなんですか、あれアナログゲームファンもいた、あ、ファンもいた、 あっただから一応ゲームのデジタルアナログは問わないというのも、うん、まあ、建前、もちろんその割合的にはすごい少ないですよ、そのデジタルゲームだってその商品化までいくようなゲームなんて、うん、ドロッセルのワークショップでは一応出たやつがあったはずです、ありますよ、恐竜の歯磨きって、そのトロール、あー、あの恐竜の歯磨きでしょ、そうです、まあ、トロールは面白いもんね、それなりにね、まあ、なくもないという程度じゃないですか、うん、だからバルダーズゲート3を作るゲームジャムとかだ、あれ面白い。いやだから意味がない。それはもうだからジャムじゃなくて、ただのタクシーじゃん。そう金払ってそう。だからあのさっき出てきたと、なんでそんな1日とか3日でゲームを作ろうと思ったら、答えはシンプルですよ。それ一ヶ月とか3年だったらそれは多分奴隷労働できないから。本当にシンプル。それは。奴隷になっちゃうね。はい、次いきますよ、で韓国のアナログゲームの歴史ですね、これは1990年代前、最初の商業的成功ボードゲームはブルーマーブル、1982年、モノポリ、まあモノポリ亜種、簡単モノポリが、簡単モノポリ、でこれがヒットしたらしいです、うん、これモノポリをやってプレイし作られたゲーム、まあもちろんそうです、パクリ、うん、パクリ、うん、日本でも山ほどあったし、アメリカでも山ほどあったし、世界中に山ほどあった、盤面見るとすぐ分かる、すぐ分かる、これですから、ということはこうこっそり輸入されてたと思うね、こっそりなのかな、アメリカは別にいいんじゃない、いやアメリカは大丈夫でしょ、あ日本がダメだっただけで、うん、別にアメリカのゲームをだって入れちゃいけない理由は韓国にはないじゃないですか、うん、あそうか、うん、そういうことか、米軍に所有してますから、ね、それね米軍買って持ってくるしね、そうそう、うん、だから
どすごくこれ売れたみたいね。あ、そんな売れたんですか。あの要するに韓国の知り合いがみんな知ってる、お遊んだって言ってる、それだけボードゲームの本番なかったって、まあ、日本だとバンカース別に知らなくても知らなくても、あのね、やはりボードゲームはなかったっていうその指摘の通りで、 そういうゲームはなかったみたいな、ユンノリか、ユンノリ か、ブルーバブルって言ってましたよ。あんまり種類がなかった。うん、で、ここで家庭用ボードゲーム市場ができるわけです、うんうんうん。で、そこで企業がいくつか出現して、いろいろ売ってるんだけど、この時売られたのは何かというと、おもちゃ屋とか文房具店とかで販売していた海賊版ゲームだったということですね。この海賊版は要はパーティー上位ですね。そうそうそう。野村さんが言ってました。うんまあ、著作権的にはまだこの頃は韓国が天国なんでね。まあね、条約も済んでないからね、まあ、全然いいけど。だから自分のゲームの海賊版がぜひ欲しいんだとか言って欲しいですよ ね、 海賊版ってね、はい、欲しい欲しい。だからそういう子供相手のこういう、まあ、キャシーと言ってあれだけど、ああいう感じのボードゲームっていうのが当時の主流だった、うん、1990年代で、2000年代に入ってこれ最初のボードゲーム版、ペーパーストーリーっていうのができます。2002年、これ早い、相当早いです、はい、ところが2005年にほぼ市場がポチあるっていうね、どんだけ回転早いんだよって話なんですけど、で単に遊戯場というだけにとどまらず情報発信地としても認識される、だからまあショップみたいなものですよね。ショップとカフェが一緒になってるみたいな、ボードゲームコミュニティの形成に大きく寄与したと、はい、でもその後はね、またうんとか思うんだけど、戦略ゲームよりハリガリ等のパーティーゲーム部が番号中心に広がったらしいんですよ、うん、この頃来るのってマニアばっかだと思ったらね、なんかねハリガリとかやってるんですよね、うん、ハリガリって何、ハリガリってやるあ、でもそれ知ってるな、はい、でそういう重いゲームよりもこういうパーティーゲームの方が、今の日本のボードゲームカフェは結構そういうところあると思いますけど、まあ、うん、2010年代以降は完全にそうです、うん、じゃあジェリーカフェでも、ジェリージェリーカフェ以降、韓国のそういうところって店員を教えないんだ、うん、だから自分たちやの、うん、だからそういう懐かしいの難しいゲームはできない、うんうん、まあ逆にね、そみんながそこあのなんていうかレベルアップしてくればそうなんだ、そういう人しか来ないようなだからそういうなんていうか張り刈りみたいな手軽なゲームがね非常に良かった、うん、日本のボードゲームカフェで店員ってちゃんとインストしてるんですか。インストしてる、うん、しないとさすがにダメ、インストするというのは本当にいいことなのかっていう、いいことっていうのはいいんですけど、法律的にいいことなのかっていうのは若干の問題があるっていう、若干の問題があるし、店員が知らって一緒にゲームはしてくれない、うん、店員が知らないゲームしか持ってきてないから誰も教えてくれないのか教えられない、基本的にはね店にあるゲームなるほど、ね、店にあるゲームのインストだよ、うんうん、お客が持ってきたゲームをインストするとそれすごいな、すごいですよ、それはできたら確かに、だからね韓国のこういう記述を見ていくと、やっぱりそれ以前のホビーゲームっていうのもほぼなかったように見えるというか、多分ほとんどなかったと思う、うん、そうね、うん、日本だったらそれをさっき言ったようになんか、一応細々とあのボードゲームのコミュニティもあって、うん、ボードゲームはあったよね、でボードゲームコミュニティもあったし、もちろん RPG もやってたしっていう下地があった、そうですね、うん、これあの韓国のこういう事例を見るとそういうものは、まあ、ないのか見えてないのかわからないけれども、なんか多分なかったんだろうなって、あんまりないみたいね、やっぱり軍事政権下だったっていうのは大きいんですかね。どうなんでしょう、それは分からない。いや、やっぱりそうでしょう。なんですか。いや、そのない理由を考えると、やっぱりそれぐらいかなっていう思い当たる、うん。でもほら、囲碁なんかはね、もてはやされて、そうですよね。うん、ああいうのはね。やっぱりそれは政治色ないからでしょう。そうかもしれないね。ただ、花札の、いわゆるゴーストップの政治家をちょくったあのローカルルールがバカーンって出てくるのは80年代のチョントバンの頃なんですよね。それは徐々にやっぱりあの民主化とか、うん、まあそういうのもあるのかもしれないけど、されてきたというのか、されてきたというか、あのもうほころびが明らかになったという、うんうんうん、まあ、でもねゴーストップはものすごい流行するからね、うん、今でも盛んだもんね。そうなんですよね。まあ、それは韓国の軍事政権下の小説とか見ればもうすごくよく出ているので、やっぱり我々が想像するよりは他に強いこう自由に遊ばせないっていうのはやっぱり基本なわけですよ、権威主義的体制。それはなぜかっていうと、やっぱりこう不安なんでしょうね、よく統制できないから自由に。でも北朝鮮も花札やってるって言うけどな。いやだから民衆はどこでもやるわけですよ。
北朝鮮の人が金正恩の顔を描いた花札とかプレイしないでしょ。それはできないな。それは確かに、うん、かそれはこのなんだっけ、ゲームスタジオ入門でシラーの例で出てくるように、うん、遊びっていうのは自由なわけですよ。自由さって話じゃない、そこが根本にあるわけで、自由を抑圧したいっていう話だから、はい、ほんで2000年から2004年のこのボードゲームブームに乗っかって多くのボードゲーム会社が設立され、このボードゲームパンもバーッと増えるわけですが、急激な衰退と、もう3年くらい衰退しちゃうんですよ、うん、でこれが衰退の原因としてやっぱり一番でかいのはこの時期が MMORPG の大きとぶつかってる PC 版と競争したと、うん、で向こうは1日50円で勝てるわけないんだよ。いや勝てるわけないんだけど、なぜ PC 版はその値段でやれるのかって、やっぱりねこれを見ても疑問は解消されないんですよ。ボードゲーム版の方の値段はまあまあこんなもんかなみたいな、なんか納得感のある値段なんですけど、これとやっぱり同じ場所ではやれないよね、この値段みたいな。ボードゲーム版の値段って別に日本と遜色ないくらいの、ね、普通の値段なんです。本当に普通の値段、明らかにおかしいんですよね、確かに PC 版の値段って。誰がお金出してたんだろうな。でここで1回ポシャりますと、アナログゲーム。で、2010年代になって、ここで80年代から90年代を解雇するノスタルジアブームというのがね、韓国で起こったらしいんですよ。まあ、日本も起こりましたね、80年代も。だから、おっさんしか金持ってないから、おっさんから金を落とせというあれですね。でここにおいて、まあ、ノスタルジアなので、2016年以降、ほぼ壊滅状態だったら、ボードゲームの場の新回転が行われ、そして専門誌、ボードゲーム。そのまんまこの名前の雑誌も出てくるっていう、こうやって復活していくわけです。で0年代のボードゲーム版から10年代のはボードゲームカフェと呼ばれるようになり、よりカジュアルな場合と、まあ、それまでもハリカリやってるんだから結構カジュアルだと思うんですけど、ハリカリよりカジュアルになったらもう何もない。カジュアルっていうか、もうおしゃれになったってことかな。まあ、そういうこともあるかもしれません。ね、で、最初のボードゲーム版っていうのは基本的に大学の周りだったらしいです。だからこの辺ですよ。とかあったらしいんですけど、そうじゃなくて、なんかこういう風にビジネス街とか、まあ、丸の内にできるってことはないだろうけど、まあ、もうちょっとまともな。ボードゲームっていうのはやっぱりさ、大学の周りにとりあえずできてからスタートみたいなイメージありますよね。ありますね。確かパリでもカルチェラタンの周りでしたよ、ボードゲーム屋さん。あ、そうなんですか。でも学生にとってあんまり安くないと思うんだよね。物理屋がいいじゃんみたいな感じがするんだけど。最近知ったんですよ、ウィーンにもボードゲーム屋さんあるんですよ。それはあるでしょ。駅前はすごいですよ、ね、うん、そこで知り合いがドイツ語版のトンネルダントローズ、そこで買ったドイツ語版なんだ。あ、まあそうか、ウィーンだから、そうか、ウィーンだからそうじゃないですか。だから D&D より T&D の方が早かったんですよ、ドイツ語。ああ、ほんで、なんで地方都市にまで、だソウル以外にまで広がっていきます、うん、でこれに乗っかってボードゲーム企業も増加していきます。はい、でここで、KBI カビっていう韓国ボードゲーム産業協会っていうのができる。これはまあ政府とつながってますね。韓国政府はこんなことまでちゃんと面倒見るんですよ。そう、面倒見てる。これ随分大きいみたいですね。それはやっぱり役人にゲーマーがいるんじゃないですか。これはね、韓国のコンテンツ振興のやっぱり政策です。あ、そういうことですね。うん、本当にね、文化振興、本当に、そういうこと。K-POP とかと同じ。そう。だからああいうゲームマーケットみたいなイベントも、うん、ただでできるんですよ。うん、日本だと、マリノスポーツオリンピアだってあれってお金はどこか出てたんですか。お金取ったよ。あ、取ったんですよ。うん、だから参加者からね、うん、だって韓国の場合は参加もただし、ブースもただ、うんうん、ブースがただとかすごいよ。そうそう、いやもう学生とかもさ、全然みんな J-POP に興味なくて、 K-POP はみんなね、うん、今そうみたいです。日本の学生でしょ。日本の学生、うん、で今年はもうジャニーズが全部潰れて、まあ、紅白が韓国の紅白でしたけど、全然それでいいやんと思った。まあそうだけど、J-POP の音楽のレベルの向上のためにレベルが全然違って、基本的な反対してるのってじいさんじゃないかって気がするんだよね、うん、だから国民国家の枠を超えてさ、あるんだけど、やればいい話だと思うんですよ。ゲーム同じってことを言います。ああ、そういうこと。日本はそれはもうジャニーズ好きとかはすごいので、なんで K-POP に人気あるの。やっぱ洗練されてるんですよ。いや僕は全然 K-POP のスタイル好きじゃないけど、興味ないけど、スタイル洗練されてることがよくわかるわけですよ。かえってあるスタイルをお金がかかってるってわかるわけ、うん、それはディズニーのアニメがお金かかってるってわかるような、うん、同じであって、うん、歌のうまさが全然違うんですよ。何歌のうまさが歌唱力が全然違う。ダンスのキレとかが全然違う。本当に、まあ単純にだからその
レベルの高いものをやろうという思想があるというか、必ずしも音楽でそれがいいことだとは思わないんですけど、だから日本だと単に演歌で出してるだけでしょ、うんうん、いや知らんけど、あのジャニーがセクハラしてやってるの出したけでしょ、日本は来週で一応ねそれが賄えるからね、韓国輸出しないとどうしようもないんで、まあね、うん、それを政府肝入りでやってるって、それがあらゆる分野で漫画とかでも当然あるよって話、あるよって話、でその一環としてボードゲームがありますよと。でこのカビってところが政府とつながってボードゲームイベント、こういうここに書いてあるボードゲームイベントを実施しております。でここで何が歌われるかというと、デジタルゲームの否定的イメージを提示する、あいつはダメだと、それに比べて我々はっていう、この逆説的にボードゲームの効果をこれは草場さん、草場さんのやってることじゃないですか。でこれによって教育的ボードゲームの、まあ、そういうことばっかり言ってるので、ボードゲームの需要も高まっているわけですね。でこういった最近のボードゲームのブームはカビの活動のように政府主導であり、学習のためのボードゲームの可能性が集中的に議論されるようになった。だからかなり、ね、韓国のボードゲームっていうのは教育ゲームと近いところにある。でそういうふうにそれはあの主導されて盛り上がってきたからっていう、そういう話ですね。はい、一回休憩しますか。非常に面白いですよね。要はアングラなゲーセン的なオンラインゲームカフェに勝とうというあらゆる涙ぐましい努力が透けて見えます ね、 ね、うん、面白いのはもし仮に日本の文部省が同じようなことやっても絶対こうはならないよって ならないで、まあ、ダメですよ、ね、だってあれですよ、なんかクールジャパンのあれがね、金だけ飛ぶにしてて何もなんなかったっていう、なんでやるんだろう ね、 ね、いや普通にねジャンプに金あげた方がいいくらいだよあんなの。だから結局やっぱねそれはすごい空気のネポティズムによって私腹を肥やすことがメインにあるからじゃない。文化庁のメディア芸術は結構良かったじゃないですか。確かにあれはいい。ここはねここからサクッといきます。第2章は場です。シリアス、あのさっきも言ってたゲームをプレイする場についてのお話です。それがシリアスゲームの社会事業とゲームプレイの場、女性。まずあの盤文化っていうのがあって、なんか盤ってなんか元々みたいな話がまずあって、うんうん、なんかあの触覚が盤ね、はい、そうそうそう、触覚だかなんだかと語り合うみたいな、そういう部屋だったんですよね、うん、そうそうそう、韓国だからヤンヤンパンの家で、歴史的に、うん、これ昔からこれあるじゃないですか。そうそうそう、昔からヤンパンのヤンパンの盤、そうそうそう、で中国の茶館文化とはまた違うものなんですよ。多分ねこれ自分の家に招くんですよ。あ、うん、サロン、あでもサロンと違いは私は本に勝てない。まあ確かにサロンに近いのかな、サロンに近いね、うん、で人々が集まって、だからそれを転用してるわけですね。人々が集まってコミュニケーションが生じる、もしくはお互いの関心を共有できる場所として、これ90年代からいろいろ出てくる、あの街中に。でそれが若い世代から人気を得て急速に増加していく。キムジルバンはそんなに新しいものだと思わなかったですね。カラオケ、カラオケ版、カラオケ版、チムジル版、チムジル版、チムジル版ってサウナですね。あの、サウナ、岩盤浴とサウナの、あの中間ぐらいのイメージですけど、あの、なんか、こっちの居場所したらもう伝統的な方だと思ってたから、そんな新しいんですか。で、で、PC 版はこの中でも一番人気がある、あった。2019年時点で1万件という、うん、まあ相当ですねこれね、うん、はい、1万件すごいですよ、1万件セブンイレブンと同じぐらいあると思うでしょ、日本の半分ぐらいでしょ、半分ぐらいですね、だから倍カウントすればいい、倍カウントですよ、セブンイレブンとファミリーマート合わせたぐらいある。それは確かにすごいね、日本のメカフェより本当に、まあ暗いもんならんですよ。で初期はゲームよりも PC 利用、つまりこれ2カフェみたいな、日本でいう2カフェみたいな利用が多かったと。で、まあ、さっきも言ったように IMF が介入、これは98年で、ここでまあドカッと経済が落ちて、職を失う人たちが増加して、そういった人たちが安くて長時間滞在できるということでたまった、プラス補助が入ったんで安価で開業できる、うん、っていうのは、まあ、今で言えばあれですよ、フライト資金ですよね、はい。なんか日本のヤンニョムチキンは絶対韓国じゃこんな値段しないだろうってぐらいなんかボリュームそうですね、ボリュームちゃってますんで。で、そういう2つの要素があってドカッと流行ったと。でこれが後にいわゆるネットカフェ的な利用じゃなくてゲームをプレイする場へと変化していきます。ですが他のゲームプレイの場の登場、まあ、特にでかいのはモバイルですよね、うん、そういうのがあって現在減少傾向にあります。さすがにだって2008年2万件あったわけですよ、うん、だから半減してる、はい、でこういったゲームプレイの場への評価ですが、今まで見てきたように否定的肯定的というのも、まあ、大体否定的でした、うん、はい、でも一応論者によっては肯定的なものもあった。否定的なものとしては非場所、もうみんながいるんだけどみんな関わりない、
ないっていうのと、いやこれはサードプレイスであるみたいな肯定的なのもありました。しかし著者によればそういったのは実際の社会的相互作用、その実際の場所を見てないよと。でこの実際の場所がどういったものであり、それが語られている現実をどういうふうにイメージのズレがあるのかっていうのを見ていかなきゃいけないよというのがありましたと。でこの後フィールドワークがあります、そこは飛ばします。飛ばしたんですよ。いやだってさどうまとめろっつうんだよ。そう、それはそうです。で一気にまとめに飛びます。まず PC 版について、 PC 版は仕切りがあってこうですよね、だからね、うん、一人で食えるラーメン屋みたいな、うん、あれがあって、うん、構造的にコロナの頃のやつみたいな、構造的に完全に開かれてもいないが、パーソナルに閉じた空間でもないという特徴を持ちます。日本とは違う、日本は個室になっちゃう、そうですね、日本は個室の方がメジャーかな、うん、ですね、昔は個室じゃなかったんですけど、満喫のこと言ってるわけです、うん、あそうか、満喫さは個室だと、まあ、今はほぼ個室になっちゃいました、ね、うん、それはね、やっぱり満喫個室になった理由がありますよね。あ、まあ、それはいいでしょうね、監視されたくないという、うん、まあ、利用者にとっては、身分証をちゃんとした上で固執するみたいな感じになって、むしろ伊田さんが言ってるのは上野にあるラーメン屋みたいなディストピア感あふれる一人だけ向こうの店員の姿は見えないで食事だけが出てくるみたいな、本当ディストピアだね。はい、そのため既存の親しい仲間同士が自らの交友関係を確認し強化することを可能にする場所である。で注意してほしいんですが、やっぱりここで言われていることは、ね、既存の人間関係なんですよ、うん、だからねこの本のまとめだとね、新たな人間関係ここで生まれないんですよ、生まれないですね、うん、それちょっとおかしくないと思うんですけど、とりあえず先に進めます、はい、そのこと以上に PC 感ってやっぱり生まれないじゃないですか、普通に考えたら。そう、なんて生まれます？ PC 版ですよ。だから PC、まあいや、先に進みますね。そのこと以上に、共にいながらそれぞれの行動をとっても許されるという、こういう緩いつながりっていうのが、韓国の若者の間のなんか基本基調になっているというのがあって、だからこそ流行っているっていう話になります。一緒で別々だけど、一緒が実現される場所であることが、若者文化と親和性を深めていると。で、こういった親和性が、具体的な内実とは無関係に危険性を持つ場として、まあいつら分かんねえからっていう、若者分かんねえからっていうことで危険な場所としてイメージさせることにつながっている、それが PC 版の、本書のまとめです。はい、で次はボードゲーム版カフェ、あと版っていうのは2000年代、カフェが2010年代。ボードゲームカフェはそれぞれに仕切られたテーブルに横置いテーブルが並んでいて、家族や親族、職場の世代を超えた既存の人間関係を持ち込まれている。はい、要はそこの場でメンツを募集するんじゃなくて、決まったベンツでそこでやっていくということになります。はい、職場っていうのが打って決まる、そう、これね、すごいフィールドワーク面白くてね、そう面白いで、タグに付いてインタビューするんじゃない、私が一番年下なんですよ、ですよ、これ韓国ですよね、日本じゃないでしょ、私が一番年下なんですって、職場ですよ、それは授業的なあれとか ね、でそこでなんかね、なんか上司の課長が危機として演出してるんだって、絶対行きたくないよね。それやっぱ接待ゲームしなきゃいけない、接待ゲームって分かんないんだけど、一応そのインタビューではみんなが楽しそうにやってますみたいな話になってて、やばいな韓国で、あの記事はね、思いましたよね。それで楽しみたいね、まあ、それは PC 版は違うからっていう、若者が、 PC 版はそう、若者が、この本だと若者がグループで行く、行って遊ぶ、行ってまあみんなで健全な娯楽として、うん、健全かは分からんけど、健全な娯楽としてボードゲーム版はってね、そうそうそう、ボードゲーム版はもう本当に既存の家族であるとか、うん、職場関係であるとか、そういうのをそのまま持ち込んで遊ぶ場としてここでやるから、だから本当に一緒に食事をするとか、ね、そういう同じなわけですね、そうそうそう、絶対嫌じゃん、知り合いの人で、会社のボードゲーム会っていうのをやって、中日にやってて、なんかそれに呼ばれたことあるんですよ、全然関係なくても。で、行ってみると、全然こんな感じ、そんな感じではなくて、割と、子供、知り合いだったら呼んでもいいよとか、あれば呼んでもいいよとか、子供を連れてきていいよとかだし、そんなにその人間関係というか、職場同士で、なんか上司とか部下とかってあんま関係なくて、全然こういう感じではなかった。日本の会社でやってるところはそうでしょうね。まあ、企業文化としてね、こういうレクリエーションの部みたいなのがあるところは結構開けてますよね、うん、日本だと、うんうん、会社のオフィスのある机からカタンなんか出てきた時にはなるべく近寄らないカ
感が出てくる。あ、日本の社員旅行とかね。あ、そう、そうね。そう、だからこっちの看護の一例目と、そう、そう、日本の社員旅行みたいな感じ、ちょっとある。社員旅行で卓球やる。昔のやつね。そう、昔ね。スキーに行くとか。社員旅行行くならボーナス5000みたいな話だけど。でもそうじゃなくて、連帯感を高める。今の日本だったら、そんな社員旅行自体も嫌だから。まあ今はそうですよね。まあでも日本のボードゲーム業界でも社員旅行ある会社はありますからね。ボードゲーム業界ならまあ許されるんじゃないですか。 TIPD 業界ではある会社ではありますよ。あのそれぐらいだとその会社っていうコミのとはまたちょっと違う文脈でのコミュニティ感があるじゃないですか、うん、あそういう、あそうか、うん、サークル的なちっちゃい感じ、うん、ここで会社の社員旅行ってあれですよ。だから例えば新人芸とかを伴うやつですよ、ね、あと熱海とかに行ってね、そうそうそう、でみんな芸を求められて、求められてそういうやつですよ。なくなってよかった、なくなってよかった。何が楽しかったんだいやでもある時代は楽しかったんだよ。はい、で異なるテーブル間の新しい交流はほぼ必要とされない。こうした家族や職場の人間関係の中に閉ざされているという特性は、ボードゲームバンが韓国の青少年が過ごす上で安全性が保たれ健全な場所であるというイメージを形作っており、そのことがボードゲーム自体の望ましさの一つの要素を構成している可能性がある。嫌ですよね。いやだからそうですね、うん、つまりだからこれはあれでしょ、そういうその新人芸的なものがあるやつだからボードゲームバンは良いっていうことを言ってるわけですあれこれちょっとね、ちょっと救いがないわけです、うん、言わないですよね、これ。であと前言ってこれをやるとプレイヤーコミュニティ生まれないじゃないですか、うんうん、ゲーム自体が面白いこともあるわけじゃないですか、まあ、もちろんそれはあるんだけど、ここではそういうゲームを目的として、うん、つまり既存の人間関係によらない人たちがそこで出会うとか、もしくはネットで出会ってやるとか、そういった事例は紹介されない。だから隣の会社でカタンがテーブルが出てきて、うん、カタンを遊べばそれなりに面白いっていうことはあるんじゃないですか。まあまあ、それは面白いんじゃないですか、うん、それはあるけど、それを上司とやりたいのかっていう話がやはりあるわけだよね。上司とやらなくてもお前必死に起こせとか言われるやっぱりどうなんですかね。なんか麻雀みたいにメンツが足りないから混ざってくれとかは多分あるんじゃないですか、うん、ただそれはやっぱりイレギュラーだと思うんですよね、うん、接待加担とかね、そう、接待加担そう日本のボードゲームカフェあんまり行かないから分かんないんですけど、社長7出しときましたんで、どうなんですか日本のボードゲームカフェでコミュニティが生まれるみたいな、新しいプレイグループが生まれるみたいなのは結構あるんですかね。結構はないけど、ないことあるんです。あ、常連か。そう、あるカフェがあって、ある程度その近くの人が常連さんがよく行ってたら、その常連さんがコミュニティになるみたいな。はい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 。それある程度コアなゲーマーですよね。あ、そうです、うん、そうそう。まあ、逆に言えばね、あの我々はコアなものしか見えてなかったのかなっていう、日本もまあ大体表面はこうかなっていうのは、もうちょっとメジャーになればこうね、そういうこともあるんじゃないですか。まあ家族同士で遊ぶみたいなこともないわけではない、うん、それはお正月とかで遊ぶのはいっぱいあるわけであって、まあ、正月とかじゃなくて、だから今ゲームのカフェの話だけど、あんまり起こんないけど、ないわけではないね、うん、まあ、日本は一人様で来られるっていうのがでかいですからね、うん、昔オープン会でね、そういうのがありましたけどね、うん、でやっぱりサッカーの安藤も言ってるように、これだとコアゲーマーが生まれないんですよ、うんうん、でそこちょっと補完のためにもう一回この本をちょっと引用します、この星印のやつですね。それまで世界のゲーム市場で特に存在感を見せることがなかった韓国であったが、リネージの成し遂げた成長は RPG に関する長い伝統も西欧諸国に比べて少なからず驚異的だったと言える。何よりリネージに熱狂するゲーマーたちのほとんどは RPG に接したことすらなかった、うん、この爆発的な成長の背景には、韓国に特有の社会性や集団性が介在していたと言える、うん、リネージという仮想世界で結ばれた社会的関係、すなわちその強い絆は、プレイヤーのアイデンティティにとって重要な価値と意味を持つものであった。はい、注目すべきはそのような社会性や集団性がネットカフェというオフライン空間を通じて組織された点である。当時数多くのネットカフェやリネージュ内で各グループのオフラインにおけるアジトを自認していた。その背景には韓国のゲーマーたちが重視したオフラインでの出会いがあった。だから全く別なわけですよこれ、うん、街のネットカフェではスタークラフトの大会が開催されることもあった。この時期のネットカフェはオンラインとオフラインを統合した韓国特有のゲーム文化の流れ重要となる中心的な役割を担っていた。この独特なゲーム文化においてオフライン要素のルーツは先行世代の電子ゲームセンターに見出すことができる、うん、日本のゲームセンターはこうですよね、うん、まあ格ゲーとかね、あとスコアラとか、うんうん、こうオフ会みたいなことするっていうね、意味なの、むしろですね、両方オフ会っていうのはなんかオフ会特別じゃないですか、うん、これはねどっちももう普通なんですよ、日常として。つまりいつでもそこ行きゃ出会えるし、でもゲームするのはオンラインってことなんですよ。あ、うん、
それは日本のオンラインゲームコミュニティにあんまりないです、ね、あんまりないですね、こういう場所がない、漫画とかでもよく表彰されるのは表と裏の顔が違うみたいな、あそうね、これだとありえないもんね、うん、ネカマとかできない、そう、ね、まあ、大体ネカマですよね、うん、問題ない問題というか、あの話題になるのはこの文章の記述は、まあ、リネージュ7スタークラフト3ぐらいだと思うんですけども、なんか、e スポーツの文化ってこれ直結してますよね、直結ですよね、あの e スポーツで特にその、まあ、格ゲーは言うて 1vs1 ですけど、うん、あの、リーグオブレジェンズとか、まあ、そこのスタークラフト、あ、ね、あ、まあ、バロランとか、ああいうその何人かで組んで、バーサスっていうゲームで、あの、プロゲーマーとかあの辺 の、 その集団スポーツって、まあ、最終的にはオフラインでやるものじゃないですか、うん、あの1億かかった大会とか、うん、だからすごくなんかこうここから来てるんだなって、今でもまあすごく強いですけど、なるほど、チーム制っていう、うん、チーム制の、ね、それぞれの家にいるんじゃなくて同じ場所にいてオンラインでやる、うん、でその、まあ、なんかそういういいところと、あとそのなんかチーム制特有のその嫌なところも、まあ、多分あるんだろうなっていう感じもする、しますよね。ボードゲームでも職場の持ち込んだチーム制みたいなのはできるんじゃない？それすごい嫌じゃないですか？嫌だわ。だからこれで思うのは全くこのね、見えてる、あの世界が違うということですよね、うん。コアゲーマーの世界と一般ゲーマーの世界って、多分今までこちらの後者の方しか、なんか今までの読書会で見てなかったから、うん、まあ、なんかみんながみんなカフェ行ってこういうクランとか入ってウォーとかやってるのかと、それは確かに商売成り立たんわなっていう、うん、それはゲーマーが付き合いがあるのはゲーマーである、そう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 、非ゲーマーの方が実はパイはでかいし、そうでないとそもそも産業として成り立たんというのも、うん、ありますよね、うん、なんかディプロマシーカフェとか成立しなさそうですもんそうね、でもいやするかな、してもいいと思うなそこに、そこにこう毎週通い詰める限界ボードゲームはいいそうですよディプロマシーやっぱある程度重いからじゃないですか、いやもちろんもちろんそうですよ、まあでもマダミスとかね、あれが成立してますからね、うん、そうだね、マダミスが成立してるのはあれは何でなんでしょうね、いやなんか一応の需要ってなんか高まってますよね、ものすごく高まってます、うん、それはやっぱりある程度ストーリーが作り込まれてるからかな、うん、ということがあると思います、うん、その2010年代以降の TRPG 文化も結構そうじゃないですか、エチュード需要的なところがかなりあって、何需要、エチュード、エチュード、エチュードって演劇の、演劇の、そうかな、大枠としてはまあ一応ストーリー、まあ、ナラティブ系のことを言ってるわ、いやナラティブ系のことは言ってないです、クトゥルーにおけるその、だからそのシナリオを、まあ、決められたシナリオをその、通過してる、通過するっていうか、うん、でその中でその自分 の、 そのやる演技をやるみたいな、うん、あ、まあ、ネットの系の人、ネット系の、そうですね、ネット系の TRPG ってそういう遊ばれ方が割と多いと思うんですが、うん、なんかあのそういう需要ってそのマダミステリーとも割となんかまあ共通するものがあるんじゃないかな、そうとしては一部被ってはいるのは確かないかな、まあ、高橋君はそういうのを擁護する立場で、別にあの擁護も批判もしないです、単にそうなんだなと思ってたまあ、ナラティブが難しいですからね、ナラティブはまあそうですね、ある程度プレイヤーにその独特の熟練を要しますよね、うん、だからナラティブ系とマーダーミステリーあの呼ばれたので全然違ったな、こんにちは、はい、召喚、聞こえますか、聞こえます、聞こえます、バッチリ聞こえてます、はい、まあその被らないとは言わない、あ、か被ってる、うん、なんだろうな、完全に分離してるとは言わないですが、うんうん、クトゥルフで、まあ、いわゆるハンドアウト的なものをクトゥルフにその外付けして遊んで楽しんでる層とマダミスを遊んでる層は似てるようでちょっとずつ違うかなっていうのが私の本当な見解です。まあ、多分3種類ぐらいで、その、まあ、いわゆるインディーのクトゥルフのシナリオを、まあ、その、まあ、なんていう、今までのボードゲームデザイン的なクリエイティビティとは違うクリエイティビティにその共感してたくさん遊んでいる層と、まあ、マダミスのその作家性であったり、そのまあ仕掛けに、まあ、あの、面白がって、それを積極的に遊んで、数百本も遊んでいる人と、あとはそこからすらずれていって、まあ、その、まあ、そもそもミステリーすらいらないっていう、まあ、過去のなりきりチャット的なその魅力を再発見して、まあ、そちらの需要でマーダーミステリーをその利用していってる人っ
ていうこの3派ぐらいに分かれてるかなとは思います。でもイタルさん的には全部同じに見えるってこと、うん、いやそんなことはない。何なんですか私の階層が見て。もちろん重なりつつそのずれてるという家族的類似性はあると思いますよ。それは違うでしょ大枠で見ればね、うんうん、はい。だからただなんか澤田さんが指摘していたところにまあ、共感するところといえばやっぱりその昔だったらTRPG に必ずしもハンドアウト的な要素は、まあ、いわゆるキャラクターハンドアウト的な要素はなかったわけですけど、うん、まあ、日本で、ま、結構その用いられるようになって2010年代ぐらいから特定の会社以外も、まあ、やるようになってついにはクトゥルフには海外 RPG なんで逆輸入されてインディーで当たり前になりつつあるっていうところで、まあ、そこがマーダーミステリー的な最初からその役割振られてそれをフィックスされたその性格として演じることを強要されるみたいな仕組みと、まあ、なんていうか隣り合ったっていうふうに見るのがいいんじゃないかなって感じ。数字は全然違うんですけどやってることは近くづいたって、うん、まあ、秘匿っていうのは正体陰徳系の人狼とかその後ね TRPG と忍び神とかねその後からそうですね、入ってきたという流れがあるけれども、うん、多分ねデザイン思想的に言うと僕はまだ多分マダミステリー一番数やってるのは私じゃないかと思うんですが、30、50回ぐらいやってるから、やってると思うんだけど、マダミステリーはストーリーをある程度作り込んでいてそしてその決断の有無によってまあ、分岐が起きるので、うんうんうん、ストーリーへの読んでこうなんだ想像するけれどもインタラクションによる負荷というのは必ずしも高くないんですね、うんうんうん、一からシチュエーションでっち上げて全部話を作るんじゃなくて、うんうん、情報を集めて演繹をしてこうなんだって選択でだけで分岐ができるわけで、ね、うん、そういう意味ではやりやすい、うん、なるほど、それはあるかもね、うん、その割には、まあ、要はある程度ストーリーを作り込まないと成り立たない、うんうん、だけど成り立たないけれどもよくそのなんだろうシナリオの単価を上げているわけですよね、うん、1回しかプレイできないっていうのを逆に売りにして1回例えば5000円とかのが普通にあるというのがこうことによってペイというかそこの、まあ、最初から商業化しようとしてたってことですね、うんうん、何言うとDIY でやらせるっていうのは TRPG だったわけですよ、シナリオね。まあ、ずっとそういう議論をね、ないしてうんざりなんだけど、そうそうそう。だから Twitter でなんか2ヶ月に1回ぐらい見ます。そう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 。同じ議論をずっとしてるんだけど。まあ、同じ議論をするのは SNS の特徴なので。そうそうそう。要はするにシナリオっていうものがあって、その必ずしもね、なんだろう。そのマーダーミステリーシナリオが優れてるってわけじゃないんだけどインタラクションの置き方の見せ方とそれを産業化する仕組みっていうのはあるんですけど、まあ、ただこれからその怪しいその光とかそういうのに抱き込んでどんどん堕落していくんじゃないかと、うん、まあ、要するにシナリオの出来不出来大雑把ってやんなきゃ分かんないもんね、うん、そうそうそう、その中で作家性みたいなスポイルしてきてるわけです。あ、というか要するにミステリー作家において例えばここの島田総司だったよみたいな感じの、うん、ミスサッカーっていうのが、まあ、いるっちゃいるんだけどそれは世間的には誰も知らない、うん、そうだからその、はい、批評をやりづらすごくやりづらい、まあ、そうですだって、まあ、しゃべっちゃいけないんだから、うん、あこれは脱出ゲームと全く同じ理屈ですけども、うん、その脱出ゲーム作家とかマダミステリー作家もちろんいるんだけども、うん、それがその誰が良くて誰が良くないっていうのは当然批評がないと、まあまあ、できないわけじゃないですか本来的に、うん、でもそやれないから批評だから鼻から否定してるから、ね、体験だからって、うんうん、もちろんそのスキルを転用できるから臨時ジャンルと、うん、グループ SN マダミステリー僕はかなりやってますけど一個も外れはないですよ大きな外れは、うん、あ大きな外れね致命的な外れはない、はい、はないですけど、まあ、要するにそれはある程度ブランドとテストをちゃんとしてる。シェーンの日の場合はもちろん他のところでのブランドが、まあ、当然最初にあった状態で、うん、かつグループとしてのブランドを持ってますよね、うん、このだから作家個人というよりはその誰が、うん、この、作品は誰が書いたというよりはいやグループ SNE が作って出版したブランドですと、うん、あ出版した作品ですという形でパッケージ的にも、まあ、だけでできるわけじゃない、うん、パッケージも共通化してるし、うん、いやディベロップもかなりやって参加したので実際新作にねプレテストプレイで
札幌今出してるのも、まあ、そのスクラップとか、まあ、同じような形でやっぱりブランドしてるじゃないですか。スクラップはその脱出ゲームが発祥の団体ですけど、よそからどこではなくて、なんかそういうそのなんていうか批評がないなりに、まあ、なんかやろうとしてるんだなっていうとこではありますけど、スタジオ持ってればテスト、なんかグループ持ってればテストプレイがあるで、その中でノウハウ積んでちゃんと回せるのでいいと思ってるんですけど、最初というか唯一またミスやった時にたまたまその知り合いの人がネットから拾ってきたものをやってみて、これだけそれなんか知ってる人が褒めてたから多分いけるだろうと思って持ち込んでみたらものすごい感じで、でもそれがどうハズレだったかってここで言えないんですけど、言っていいですよ。それはやっぱりあの、まあ、初期によく最近は淘汰されちゃうから、うん、まあ、でもそれはそれで心温まる話を感じしますね。黎明期というか勃興期の良いエピソードみたいな。それはやっぱり D&D を5年前D&D を最初にやってキャリオンクローラーに殺されて何が面白いんですか。そういうのと人狼で1ゲーム目でなんかしょっぱな村人に釣られてなんかずっと座ってるだけみたいな、そういうやつですね。ね、そういうこう、ね、タイプ、それぐらい心温まるエピソードがありますね。そう、あのトリックはちょっとまた別に聞きましょう。じゃあ、はい、じゃああと4章か、はい、ちょっといきましょう。4章はね、シリアスゲーム、アナログシリアスゲームを作るっていう話です。はい。どうしよう、読んでない。まあ、一回教育ゲームとして作る話なんですけど、あのね、話題としてはね、この章が一番面白い。うん、はい。そう、なんか面白そうなタイトルの章ではあった、確かに。じゃあ行きましょう。ボードゲームの急速な普及を受け、アナログシリアスゲームインストラクター養成の短期コースが注目を集めており、ここでも面白いでしょ。何なのっていう話ですよね。なんか、ね、あれか、あのセミナー商法のね、ずっとみんな7つの、7つのチラチラするやつ。業界団体であるカビでも開講しています。うん、はい。養成されたインストラクターを通じて学校からの教育的活用も急増し、学校現場でもアナログシリアスゲームの活用への関心が高まり、現役学校教師を中心に活動するボードゲーム研究コミュニティが形成され広まりつつある。すごい ね、これはすごいですよね、うん、いい悪いはとがか置いといてすごいな、うん、はい。じゃあこのインストラクターって何なんみたいな話をします。機能性ボードゲームの教育活用、2000年代以降さっきまでやってきたようにボードゲーム会社は増えました。近年設立された会社はハッピーバーボブやマンドゥーゲームズと積極的に教育的ゲームを展開しています。企業の多く、またこの業界団体であるカビがインストラクター養成コースやワークショップを開催しています。で、ここで何が、このインストラクター養成って何かというと、このインストラクターとはボードゲームの指導を行い、ボードゲームの仕事ってあれですよ、教育ボードゲームですからね、はい、教育現場でボードゲームを活用できる講師、これを育てます。まあ、そんなところで合併させちゃダメじゃないそういう話ではないという、それはむしろ廃止になる。で、民間資格、教育機能性ボードゲーム指導資格1級2級、すごいですよ、これ。こういうものがあると、うん、はい。で、この養成コース、短期養成コースは2日もしくは1日の短期集中コースとして開講しています。すごいよね。その程度のものですね。まあ、それくらいのものですよね。募集人数は20から30人程度、参加費用は2万円程度。この2万円というのは他の教育プログラムより比較的高額です。それが結構あるってことなんですね、じゃあ。そうですね。だから、韓国、若年層の非正規率とか、就職率めちゃくちゃ悪いじゃないですか。うんうんうん、はい、そのためにこういうプログラムはいろいろ取られてる。はい。でも、2万ってあれですよね、別に高くないじゃないですか。安いです、全然安いですよ、ね。だって世の中にはさ、試験受けるだけで4万、5万取るような。楽でも、そういう企業がありますからね。日本と韓国の物価やなんかも違います。まあ確かに、それもありますけどね。うん、こう聞くと7つのと同じなんじゃないですか。7つのやつとシステム的には大差ないですよ。7つのは多分、勧誘目的なだけが違う。うん、あれは、これは政府がやっていて、そう政府が一応肝入りしていて、で一応これはね、職に結びつくらしい。うん、どこまで結びつくかわからないが、まあ、7つは養分にされるだけですね。そうそうそう。で、内容はボードゲームの概論的な行為と実践的かということです。ちょっと面白いのでここちょっと詳しく書き取ってきました。2日間、1日目の午前中でまずアナログシリアスゲームの機能的かつ教育的価値について講義があります。で、ここで言われるアナログゲームの教育的価値とは何か、ボードゲームはデジタルゲームと違って他者と一緒にプレイするためにゲーム中毒の問題がありません。こんな雑なことは、そうなんだよね。でもそこを強調したいのが、そうそう、だから全て、ね、相手を貶めることで自らを上げてるんですよ。な
んていうのは、まあ、その問題はないんだけれども、ね、そのやっぱり問題となることができないという言い方の方が正しいんじゃないかと。はい、プログラミング能力など特別な技能は必要なく誰でも考案したり活用したりできます。そうですむしろこれは本気をぜひ伺ってこれはね誰でも C が握れますみたいな話です。ボードゲームデザインをされてぜひこの一馬さんが一級資格を取ればいいんだ。一級資格取る。一級資格これ日本でやってくんねえかなマジで。これ韓国に留学して一級資格を取って帰ってくる。まず韓国語を学ぶのが大変本当ですよ。そう韓国語を勉強するから。最後、機能的なデジタルゲームと異なり皆が共にプレイする経験と価値を生むプレイを提供する。世界でそう作ればいいだけではない。ボードゲーム素晴らしいでしょ。めっちゃ素晴らしいでしょ。全て相手を貶めることで自らを挙げるというデジタルゲームでも全部あるんじゃない。だデジタルゲームのイメージがもうこうなっちゃってるんですよね。はい、でこれが午前で1日目の午後、アナログシリアスゲームを活用している教育現場での実践事例の説明、その後いくつかのゲームを実際にプレイ。で2日目は実際の制作に行きます。2日目の午前、教育分野に特化したシリアスゲーム活用でデザイン方法についての事例を紹介する。2日目の午後、これはグループワークを中心にどんなゲーム作りたいか話し合ったり、でこれ現役のデザイナーから講義を受けたり、そしてグループごとにゲームを作りますということをやって、この後試験があって、試験に合格すると晴れて2級だか1級だか。何の試験なんだ。わかんない。どんな試験を受けるんだ。この人は多分試験を受けてないんじゃないかな。簡単なやったことの。でこの養成コースは企業と連携した産業となっており、ボードゲーム産業の教育市場の成長につながっています。調査した参加者、フィールドワークしているので一緒にいた参加者ですね、調査した参加者全員が正規の学校教師ではなく不安定職にあったと。はい、ごく近年にアナログシリアスゲームが人気になったことで小中学校や政府機関での仕事が増加した。その意味でこのコースは彼らにとって不安定な経済状況から抜け出す手段とみなされていた。だからもう本当に、ね、リスキリングで Python を学ぶようなもんですよ。資格を取るようなもんなんだ。そうそれがね、こうよくわかんないものになってた。でもそれだけ人気あるということは実際にやっぱりある程度職員さんも必要なってことじゃないですかね。まあ、僕も非正規以降しか働いていないけど、ゲームライターになって出すことができました。出してやねえか。もっとひどいことになってもっとひどいことになってはい、でここであのインタビューしてるんですけど、他の参加者に、彼らもボードゲームって教育的だよねっていうことをすごい言うわけですね。でここで言う教育的ってどういうことなのっていうのを突き詰めてみると、ここで言われてる教育的では交流とかコミュニケーション効果なわけです。だ実際に算数の点が50点上がりましたとか、そういう話じゃない。つまりギークでなくなりましたつまりだ実際の成績とは関係がないわけです。そういう場所によく行くようになりましたとか、よく話すようになりましたとか、協力するようになりましたとか、そういう話なわけです。実際の英単語を覚えましたとか、それとは別、はい、これがとても大きい。だから いっぱい飲み会とかやっても同じことで、ね、そうそういうことなんです。社交な話だ、はい、そう社交な話で、なぜアナログシリアスゲームはデジタルのそれよりも好意的に受け止められるのかっていうのが これが大事であって、つまりデジタルっていうのは、これまで韓国でデジタルゲームっていうのは機能と効果っていうのが特に重視されていた、つまり点が上がらんとしょうがないわけですよ、はい、で効果の観点からゲームの卑怯的、側面に対する批判が大きくなると、つまりあんまりゲームと関係ないことをやっていると効果が薄れるわけですよ、時間帯効果が、はい、これよろしくないと。かといってなんか効果をすごい重視してなんか中毒状態にさせちゃうと、それはそれで批判が出るという、すごいなんかニッチもサッチもみたいな感じになってきたらしいですね。はい、高橋さん、発達障害支援の加藤さんとかの研究の効能と話の論点が近いんじゃないかという。まあ、発達障害支援っていうのは子供なので基本的に、まあ、大人の発達障害、成人発達障害もあるけど、当然そのボランティアもやったわけですが、まあその子どもの預ける放課後デイとか、いわゆるなんだ、そういうね、子どもを預ける施設ではボードゲーム普通にやりますし、うちのパートナーもこの前小学校のレクの時間で、レクリエーションの時間って週1回ぐらいある、ここでカードゲームをやらしたら子どもと一緒に、ね、すごく受けた。何年生ぐらいの子？まあ、小学校中学年から高学年ぐらい、高学年ぐらいかな。どんなゲームだったの？それはなんじゃもんじゃとか、アニマルマインドとか、そういうね、
というわけで、まあ、デジタルってどうしてもそれまでの韓国の論点だと点数を上げなきゃいかんと、うん、でもアナログはそういうことないと、仲良くなれた素晴らしい教育的効果だということになる、うん、やっぱりデジタルにだいぶ古いな、そうそうそう、もうこの時点土俵が違うという話になっている。交流の価値を強調するアナログシリアスゲームは具体的なスコアといったものを直接的に反映されず、それゆえ好意的な評価を受けやすいということがあるのではないかという話です。でこれまでがこの民間資格のとかの話で、ここから学校現場の話、ボードゲーム研究コミュニティの発展、実際の教育現場におけるボードゲーム活用で、この、ボードゲーム研究コミュニティは基本的に学校の教師たち、現場の教師たちが作っているコミュニティだそうで、この人たちは定期的な会合を行い、教育現場での活用ノウハウの共有、市販のゲームの教育的アレンジワークショップ、新作のテクストプレイとかをやっていると、うん、まあ、業務時間外でやってるわけですよ。とても偉いですね、うん、で、最初からこれは教育現場で受け入れられたのではなく、彼らの活動があったからこそ受け入れられたらしい、うん、これすごいよね、うん、うーん、よくできたな、そういうことね、よくできましたよね。いろいろ思うとこありますか？それは思うとこある。学校で随分やったけど、やっぱり根付いたりはしなかった、ね、まあ、今はまた違ってるのかもしれないけど、草間さんはやっぱりあれですよ、教育的効果とか全面に出さなかったわけですよ。もちろん出さない、うん、それではダメですよ。あ、そう、学校で訴えるね、それはポリシーに反する、まあそうでしょうけどね。でもうちの妻はなんか、うちの学校にボード、勤務先の学校にボードゲーム部ができたら絶対顧問になると言ってます。まあでも、でも、ね、うちのパートナーが教えてるところは、あの席に座れないとか、子供とかだから普通にでもボードゲームはやるので、座ってやるから全然違う。あ、それはすごいね。やりたがってっていうのは、なんか全国決勝とかになんか目指したりもするんですよ。いや、小学校のクラブは、中学の時間があれ、高校か、高校であるよね、ボードゲーム選手権。そうそうそう、うん、あのオリンピックセンターでやってるやつやってる、ね、どういうことをやるんですか、その。だから、東京都高等学校ボードゲーム連盟っていうのが、まあ、加盟校10校近くあるんだけど、今度6月にもありますけど、まあ、交流大会をやると、うん、それから秋は選手権大会をやると。選手権、うん、そう、それは何をやってるかというと、モノポリーとカタンとカルカソンヌを、だからオリンピック方式で各校から選手を出して、競技をして、総合点で、カルカソンヌって、1vs1 の、そうそう、お、うん、あのタイプのカルカソンヌ、そう、あの時計使う、まあ、だったらできるか。そうそう、カルカソンヌだけ異様に勝ちだよね。そう、いやでもモノポリーも、モノポリーもまあ、ね、まあ、本当にやりゃ勝ちか、まあ、まあ、うん、カタンもそれなりに。まあ、それなりに。まあ、あ、でやっぱり1on1のカルカソンヌに比べるとガチとはだいぶ減るじゃないですか、うん、まあそれはね、うん、でもカルカソンヌの3人以上でやって何が面白いんですか。まあそういうのも、まあ、いや面白いんじゃないですか。いや、いや、まあ、3人以上でやるんだったらエントデックやった方がいいでしょう。まあそうだけど、はい、競技の研究じゃなくて、ね、そのシステムの研究をさせればいいわけですよ、高校生に。え、高校生にシステムの研究、要は、いやいや、プレイしに来てるわけだから、うん、いや、もう要はゲームを作ろうってわけじゃないから、うん、いや作らなくてもいいんだけど、うん、要するにいろんなゲームを知ってゲーム文化の深みをやるんじゃなくて、うん、こう競技なわけでしょ。あ、そうね、何、うん、そうそうそう、うん、いや、グランド5周走り込んでボードゲーム A4 みたいな、そんなことやないんだ。今は競技志向だよね。まあ、クイズとかと同じでもあって、あ、まあ、いや、だから そういう世界であって、うん、その作品としてのボードゲームって話はちょっと違うよ、うん、そう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 、いや、高校で作品としてのボードゲームってまずゲーム買う金がきついでしょ、うん、いや、僕は小学校の時に TRPG 部を作ったわけ。そう、うん、それで、うん、図書館でクトゥルフをやって、うん、川田が黒魔術をやってるって通報された。いや、そんな話だけはすごいな。黒魔術やるくらいで通報なんかされないでしょ。いや、通報されたんです実際。どこのアメリカですか。小学校らしくて、うん、中学校です。中学校で黒魔術やってる生徒なんか結構いたでしょ。そうだ、いや、まあまあいましたよ、うちの学校は。はい、どんななんだっけ。そういうようにデジタルゲームのシリアスゲームというのは韓国ではトップダウンだと、うん、でアナログゲームの教育現場における導入は、ボトムアップだったということですね。現場の教師たちが頑張ったというようなある。ただゲームの教育的効果というものを見るときに、これも同様に交流的要素が教育的要素の大部分を占めるということです、うんうんうん。
デコで引用です。あの実際の教師活動している教師の言葉の引用。ゲームを活用する利点は学生が教育へアクセスする時の障壁が低くなるということである。欠点は全てのカリキュラムのテーマとゲームを接続させることは難しく、接続したとしても深みのある教育のテーマまでは困難である。まあ、それは当たり前です。それは無茶を言うなという当たり前なんですけど、でもまあ実感だと思う、まあ、そうなんかすごい実感があってこれいいですね。そうそうそう、つまりだからね、政府とかは何でもできるって言ってるわけですよ、はいはいはい、うん、あの団体とかもね。でそんなわけないんですよ、うん、勉強にはなんか一人でコツコツやんなきゃいけないこともあるんですよ。仕方ないんだよ、それは当然だよ。仕方ないんだよ、それは。ただ、勉強って言っても、その、そういう一人でコツコツやる単語を覚えるみたいな勉強のことを言ってるんじゃなくて、そうそう、人間関係を変えるとかね、まあ、そうそう、そういうことを言ってるわけ。そういうことを言ってるわけですが、政府は全部できるって言ってるわけですよ。まあ、はい、まあ。そこで乖離がある。そう、営業側は言うの。でも、そう言わないで、だって、その政府の、私は、そのなんか、親御さん局みたいなのが、そうそうそうこう、すごい力で押し戻してまあ税金取ってるよ ね、 そんなことやってんなら塾に行かせろみたいな話になっちゃうのでで、アナログシリアスゲームを活用することで効果を発揮できるのは、科目教育において実施するワークショップ、すなわち共同作業の場面であり、一人で積み重ねる必要がある学び全般ではない、当たり前です。この当たり前のことが浸透してないということですね。にもかかわらず、アナログシリアスゲームの教育的活用は全ての科目や分野に万能であるかのように喧伝されており、そのことがアナログシリアスゲームの効果的な活用に歯止めをかける事態を招いている。だからその韓国、現代韓国社会ならでは難しいポイントなんでしょうか、うん、だから高校での教育って大体小中なんですよね、うんうん、だから前回大学の学びのゲーミングでやったような、ああいう歴史観的な、時間を問う的な、ああいうことはやらんわけですよね、うんうん、ああいうことではなくて、あくまで何かを覚える的なことが多い。でもこれは円柱であるとかさ、うん、円柱と体積を求めるのはどうかとか、そういう、そういう感じのものであって、うん、あとはRPG 的にするにしても、もっと交流重視的なものであって、うん、まあそういうのでも全然楽しいと思いますね、まあ、楽しいと思います。だから実際に作られるものがすごい低学年向きであるっていう事例がどんどんたくさん出てるわけですね。実際全ての年代に適応できると言っておきながら、やってることはなんかハリガリ地味とは低学年向きばっかりであるっていう、うん、はい、まあそれはデザインがそのレベルだってことでしょ、うん、教えてるの、うん、教えるデザインが、うん、そうもう目に見えるような、うん、まあでもレベルアップできそうな気がするけど、まあそうですね、まあ、やらできたら韓国の、まあ、日本もそうでしょうけど、結局向こうの勉強って基本的に受験がもう絶対にあるわけじゃないですか、まあ受験だ、ゲーミングの話でやったような歴史教育ってあんなもん受験に何の役にも立たないので、もうね、一番に排斥されると思いますね、もし高校でやろうとしたら。それをコミュニケーションということで押し切ってるわけでしょ、うんうん、コミュニケーションってことで押し切ってるし、ただ実需としてもそういうところがまああると思うんですよね、うん、そうだってやっぱり何らかのその解毒は必要なわけですよ、ここまで ああいう社会だとすると、うん、やっぱりその、教師としてはみんながそのソウル大学もしくはチキンみたいな世界がないところをなんとかこうやっぱり責任があるじゃないですか、その子どもたちに対してと、うん、いうところで、そのなんかゲームの複雑さがどうとか言ってもなみたいな、まああるとは思うんですよ。それは日本でも小学校でゲームやってるとも同じですよ、サードプレイスとして、うんうん、そうですね、息抜きコミュニケ交流のために、ね、うん、だ日本だと多分そういうレクリエーションだけで入れることも多分可能だと思うんだけど、韓国だと相当教育的側面を乗っけないと入れられないというのがあるかもしれない、うん、それは側としても入れなきゃいけない、入れなきゃいけないし、うんうんうん、そうじゃないとやっぱりすぐにまあいろいろと言われてしまう、いろいろと言われてしまう、ワーク導入になっていけないっていうのはすごい難しいというか、やっぱりコアなゲームプレイするのと同じぐらい、やっぱり作る、うん、ゲーム作るのってかなり素養がないと厳しいと思うんですよ、うん、ある程度複雑なゲームって。でもワークショップで、2日でワークショップで作れるところまで持っていきます、誰でもいけますっていうふうにするんだったら、本当にそのハリガリというか、要素がかなり、ね、少なくないと厳しいで、ルールセットを少なくしないと、うん、そもそも作らせることはできないわけですよね。というか、大学でゲームデザインの授業を持って、大体作って、レポート提出するのは大体 40% 以下ですよ。制作完成まで持ってくる、まあ、一コマで、いつもそう、半分いかない提出まで持ってくるのは、一コマある、あ、一コマじゃない、一セメスター、ああ、セメスター14回、
まあ、当然そうでしょう。だってそれはまして時間が限られてるわけだし、まあ、大学の授業だったらワンセメスターあるから、まあ、言うても、まあ、頑張ればもうちょっとできますけど、いやもっと特化して、うん、あの機能的にあればもっとできるけれども、うん、まあ、そこまでやらない自主性の方を重んじてるんで、でましてこのワークショップでその3日間とかで、3日間でだって1829作れって言われたって無理なわけで、それはだからゲームジャムと同じわけですよ。あれ一緒ですよね、うん、まあ、本当に一緒。素養がない人はゲームジャムやったら定位均衡するに決まってるわけだから、まあ、まあそうですね、うん、確かにね面白い試みと思うしね。なんかいろいろやっぱり韓国社会ならではの苦労て、いや瀬戸さんの時間がなくなって今からやってもしょうがないです。申し訳ないです。まあ、次回で、はい、次回でいいですか。すいません、あんまりに韓国社会の話が面白くない。面白くないです。あの中高新社のね、韓国社会の現在からあの方面白いです。2000くらい前だよ、中高新社、中高韓国社会の現在からね。そういっぱいいた受験地獄の話とか、特殊性成立の話とか、今1切ってますからね。韓国が一番きついんでしょ。韓国一番きつい。なんか50年後ぐらいに人口半減とかそういう話、なんか極端だよね。ものすごい。なんだっけ、パラサイトっていう映画がありましたけど、あれももうすでに、そうですね、うん、まさにそれでイメージしてます。でパラサイトはあれはあくまでも偶話であって、うん、リアリズムではないですね。まあ、リアリズムではない。まあそれはそうです。まあ確かに実際ああいうことは起こらないでしょうけど、貧民がああいうところに住むというのはもう普通にあるでしょう。それはそう。うん、いやでもね、まあ、半地下っていうなんていうか住まい事情自体は、まあ、そこまで嘘ではない。あれはマジらしいです本当に。いやでも住みはあそこに住めないと思うな。まあ上がねあれってのはおかしいですね、うん、確かに。地域的にもうそもそも隔離されてるっていう感じはあると思うんですけど。まあ、そのあたりは韓国の現代小説でいっぱい出てくる話です。ある種のこの禁欲的な感じの基調ってどの辺から出てきてるんですか。儒教じゃないですか。儒教でいいんですか。儒教ってやっぱりなんだっけ、岡田さんがしたらかつの人間、そうちょっと前まで僕は儒教、あんまり儒教っていうと本質論になっちゃうので、基本的には軍事政権だと思いますけどね。いや、そこでちょっと賛同するのはさっきのあの家父長制が強いって、豪の中で家族とか職場という単位でやるっていうじゃないですか、うんうん、あれ結構軍隊的なんで、日本に軍では内部犯があってそこで娯楽まで、あそうか、徴兵ありますもんね、徴兵ってどうなのかなっていう、徴兵軍隊のアナロジーできてるみたいな、うん、だから日本もほら昭和の50年代ぐらいまで、まあ、そうですね、よく聞きますね、そういう話。まあ、日本なんてそれでさ従軍慰安婦を分けたわけでしょ、あのそういう延長もあったでしょ、娯楽というか、そうね、娯楽だもんね、うん、だからなんか根が深い話でありますが、まあ、とりあえず和真さんはボードゲーム1級を取って1級取るんですか。1級